白組はこのウルマ地区をイエリ組から奪うんじゃ。何？今この土地を奪うとか言ったか。こら、それは上白組の総意か。いや、こら、総意だよ。裏切り者から浜の土地を奪い返すんじゃ。その時俺の脳裏にあることがよぎる。まさかこいつらこの土地にも。そういえば見つけられるのが早すぎた。即座に増援が来る。なんかやべえ。最悪の事態を想定し、俺は走ってその場から逃げたと思ったんだ。小峠、頭は切れねえようだな。あんたダサいな。その道の先に上白組の最高戦力長門と1号がいやがった。悪いな、正々堂々だぜ。一方、矢部の兄貴は飯豊と町に出ていた。その場にいた柄の悪い男が俺を取ろうとして、スマホを矢部の兄貴に向けたのだ。あんちゃん、盗撮か。お前のスマホに俺はセクシーすぎる。おい、なんで気がついた。こうなったら出張り。その男がスマホを操作しようとした。その時、やっぱり敵か。させねえよ。矢部の兄貴の右足が跳ね上がる。次の刹那、猛烈な前蹴りが飛ぶ。前蹴りは蹴るんじゃねえ、刺すんだ。おい！